石崎隆之は、地方競馬の船橋競馬場に所属していた元騎手で、ある。同じ船橋競馬所属騎手の石崎俊は長男。船橋の名門、出川美代作り旧社から、騎手デビュー。同期に、川崎の原光を調教しなどがいる。1973年の初騎乗以来伸び悩んでいたが、結核や骨折を克服して、地方競馬の全国リーディングを通算10回。 1990年より始まったナーグランプリ最優秀騎手賞は創設以来2002年まで一貫して受賞し続けるなど南関東公営競馬のみならず全国の地方競馬を代表するトップジョッキーである。日本国内では佐々木武美、的場文夫と並ぶ6戦勝ジョッキーの一人、中央競馬にも積極的に参戦し、1994年に ワールドスーパージョッキーズシリーズで優勝。また1997年には、アブクマポーロで、東海ウィンターステークスを制覇している。一時ほぼ毎週のように、中央競馬に参戦して起場していたが、2007年から2012年までは、起場しなかった。所属していた、出川隆一調教師が、前日付で優待したことに伴い、 同級者所属の正治大輔騎士と共に2012年6月1日付で千葉県騎士会所属となった。60歳を超えても騎乗を続けてきたが、2019年3月末をもって騎士免許の更新を行わず、騎士を引退する方向であることが伝えられた。前年7月に病気で半月ほど入院し、その後は、 状況にも起乗せず、秋頃に、騎士免許を更新しないことを決意したという。2019年3月15日、船橋競馬場において、引退式が行われた。ありがとうございます。